顔です。選手も追い出てくる展開ですので、まあ、アメリカのホワイトベーコンような形です。非常に4年後のホワイトベーコン選手はしっかりと想定されたレースプランですね。カナダのラックは向こうから3人目、21歳です。そして手前から3人目がオーストラリアのシーボーム、4投目のオリンピック形にだんだんなってると思いますね。左から2番目、イタリアのパンツェラです。先頭争いはドレーンのアメリカ、まだ18歳というフィービーベーコンです。そしてホワイトがいて、手前の6レーン、シーボームがやはり上がってくる。オーストラリア、シーボームはなんと